ガリー・ジェームズ・ケーヒルは、イギリスドロンフィールド出身のサッカー選手。元イングランド代表。ポジションはディフェンダー。AFC ボーンマス所属。ギャリー・ケーヒルなどの表記もある。地元の AFC ドロンフィードに所属していたが、15歳の時にアストンビラ FC のアカデミーにスカウトされる。2004年からはバーンリー FC にローン移籍し、プレイヤーオブザイヤーに選ばれた。アストンビラに戻り、マンチェスターユナイテッド FC 戦でファーストチームデビュー。プレミアリーグ初ゴールは同じバーミンガムを本拠地とするバーミンガムシティ FC 戦でオーバーヘッドによる得点であった。アストンビラはこの試合に3-1で勝利した。2007年9月、シェフィールドユナイテッド FC に3ヶ月ローン移籍した。2008年、ボルトンワンダラーズ FC に3年半の契約で移籍。レディング FC 戦でデビュー。その後の活躍により、ボルトンで一躍人気選手となり、サポーターによってベストニューカマーに選ばれた。2012年1月にチェルシー FC に完全移籍。背番号は24番。2月5日のマンチェスターユナイテッド FC 戦でデビューした。UEFA チャンピオンズリーグ準決勝セカンド、レグでの負傷により、同決勝での出場が危ぶまれていたが、先発出場。バイエルン・ミュンヘンの猛攻を体を張ったタックルで何度も食い止めるなどチェルシーの同大会初制覇に貢献した。2013年1月12日に妻ジェンマとの間にレオが生まれる。長女フレイヤに次ぐ2人目の子供であった。2016年8月27日のバーンリー戦で200試合出場を達成した。10月23日のマンチェスターユナイテッド戦ではゴールも決め、勝利に貢献。2017年4月には活躍が認められて、プレミアリーグの年間ベスト11に選出されるなど、36試合で6ゴールと、チェルシーのリーグ優勝に貢献した。またスカイスポーツ選出の2016から17シーズン、プレミアリーグファンタジー11にも選出された。2017から18シーズンからは、チェルシーの主将を務めた。2018から19シーズン終了をもって、契約満了で退団した。2019年8月5日、クリスタルパレス FC と2年契約を締結した。2021年8月20日、AFC ボーンマスと1年契約を締結した。祖父母からアイルランド人の血を引いているが、イングランド代表を選択。2009年6月のカザフスタン代表との親善試合で、怪我で辞退したリオ・ファーディナンドの代役として、初めて A 代表に招集された。しかしその試合で出番はなく、出場したのは1年以上後の2010年9月のブルガリア戦にマイケル・ドーソンの代役として招集された時であった。ボルトンの選手がイングランド代表として出場するのは2002年のマイケル・リケッツ以来で非常に珍しいことであった。2011年9月2日の UEFA ユーロ2012予選のブルガリア戦で代表初得点となる。決勝ゴールを挙げた。2014FIFA ワールドカップでは、グループリーグの3試合に出場したが、グループリーグで敗退。2018FIFA ワールドカップでは、グループリーグ最終戦のベルギー戦で、先発出場したが、その1試合のみの出場となった。2018年8月28日、チェルシー FC 公式 HP で、イングランド代表を引退することを表明した。ありがとうございます。